トレディン、トレディン、トレディン、稼ぐぜ。明日のこともわからないだろう、がむしゃらに答え探し出すしかねえ。熱い熱い魂刻みつけた拳、勇気は上々どこまでもあるぜ。絆つなげて財布はたいて、ゴングが鳴ればお前がヒーロー。どんなに強い敵にでも折れない心突き通せ。ひるんでるようじゃ取り逃すつかめ。ビジネスチャンス、ピンチで決めろ大逆転。がっぽりいくぜ毎度あり、誰よりも強く信じろ。ガチで決めるぜ一発当ててやれ。チャリン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 稼ぐぜ。はい、というわけでね、今回からフィードバンク、こちらのゲームをいろいろ実況していきたいなっていうふうに思ってます。このゲームの、まあ、簡単な最初に説明したいと思うんですけど、ある日ね、突然100億円の借金をすることになってしまった、小学5年生の快勝、合唱会と。で、その借金はヒーローバトルの大会で勝利し、賞金を稼いで返さなければならない。ヒーローバトルで勝って稼いで強くまくで、強くなるっていうことなんですけど、あのね、小学5年生がそもそもそんな借金背負うなっていう感じなんですけどね。まあね、なんか前にコロコロコミックのね、なんか漫画かなんかで見たことあって、ゲームとかは、ね、一切したことなかったんですけど、まあね、あの Nintendo eShop が終了する前にこのゲームの割引がされていたのでね、ちょっと買ってみたので、ちょっと今回ね、改めてやっていきたいなっていうふうに思ってます。だいぶ前のゲームなんでね、まあ、3DS の時点でね、だいぶ前のゲームなんですけど。さあ、今回はね、こちらのゲームやっていきたいと思います。うぃぇまあ、世の中金が全てなんでね、ちょっとそのことをこのゲームで、ちょっと証明していきましょうか。じゃあ、名前はね、これをね、覚えていただければなというふうに思っております。私の名前、フォーマーと申します。お願いします。特にひねりもなくね、そのまま、フォーマーです。はい。はい、で OK ね。OK。いや、楽しみだね、この。なんか主人公めちゃめちゃヤンキーっぽかったけどね。自分からなんか借金とかしたんかね。はい。ネットからデータをダウンロードし、そのデータを現実世界で身につけて戦うことができる。なんかハイテクやね。ヒーローバンクが誕生した。銀行バンク。へえ。いや、結構なんかお金を元にしたバトルみたいな。俺たちあれだね、主人公たちやね、これ小学5年生とかの。カンパニーっても会社立ててるやん。大人やな、お前だ。ガポリカンパニー業務にし、担当財前光を、いかにもお金持ってそうやな。究極の AR マネー格闘技、ヒーローバトル。今、僕たちが最高に夢中になっている電脳ゲームだ。電脳スポーツだ。そのヒーローバトルがこの街、ガポリクでビッグな大会を開く。覚えやすくていいね。ガポリク。それが賞金100億円のサバイバルマッチ、ガッポリヒードウォーズ。すごいな。僕たちヒードバトル好きなグループ、ガッポリカンパニーも優勝を目指してこの大会に参加するんだ。へぇ。でも出場する選手はただ一人。その人の名は、ガッポリカンパニーの社長、豪商カイトくんだ。これが主人公なんですよね。なんか奥っていうね、すごい単位が高いお金が動いてますけどね。これが始まった戦いを僕は今日に書き残していきたいと思う。なるほど。この今、あれ話してる子もガポリカンパニーの、なんか女子的なやつなのかな。おー、いいね。この、あれだね、3DS の影響で。よっしゃ、終わったこのね、3DS のドット絵ギリギリのね、この席のどう考えても少ない教室いいよね。よっしゃ、終わったー。これが主人公だね。へへ、いよいよだぜ。腕が鳴るな。よっしゃ、よっしゃ。ガポリガポリ。あんまり気張りすぎて、金回りしないでくださいよ。おお、あれじゃん。
近藤さん、近藤さんじゃねえわ、土方じゃん、土方。回答落ち着くんだけど、これが落ち着いてやるかってのな、あ、中で中で、うん、うん、そうだね。あ、なんかすげえ性格でも、なんかこのさ、メカニックとメカニックっぽいこのカイドみたいなさ、メガネのことを、この子キャラ被ってるけど大丈夫？立場がっぷりヒーローウォーズの本戦出場をかけた予選だもんね。そうでしょうが、そうでしょうがなんかすごい同じ言葉2回繰り返す癖があるんだな。やってやるぜ俺は、稼ぐぜ、ガッポリカンパニー回転だ。だから今回もガッポリ稼ぎましょうや。あ、おう、女の子いないんやな。で、予選会場ってどこだっけ。あ、そう。ちょっとちょっと、声だからカイトくんは。バンクフォンジーに場所がメイドされてるはずでしょ。さすがブレキマネージャー、ナイスフォーだぜ。なんか、この子メールとかのね、確認とかしなさそうやな。将来苦労するで。マネージャーじゃないです。いいね。で、もうザ・データキャって感じやな。僕のことは専務と呼んでください。専務と。ガッポリカンパニーではそういう契約ですからね。なんかそういう関係なんや。おっと、わりわり、頼りになるぜ、専務。専務が結構この会社を動かしてな。僕、なんだったけど。福田くんはお告げ部長。長出くんは何でも部長でしょ？お告げ部長？なんか、そういうなんか、裏の係みたいな。それが私、ガッポリカンパニーだ。よくわからないけど、とりあえずわかったけど。あのさ、どうした流れくん。予選、終わった、そうだった。バンクフォンチをチェックだな。地味にね、この流れくんも助かってる部分あるからな、その立場的には。予選会場はガッポリ神社か。よーし、じゃあ早速乗り込むか。行きましょうか。チャーンなんか、あれやな、藤子 F 不二雄先生の漫画に出てきそうなキャラクターしてんな。あ、福田くんどうしたの？お、こう、俺らのことを認知してるわ。画面の前の皆さんのことを認知してますよ、福田くん。ビビッと来ちゃったみたいだけど。お、どうした急に、あれやな、親方ポーズやな。どうしたの？お、来たか、プラチナのお告げ。あ、なんかそういうなんか、予知的なそういう特殊能力持ってたタイプ。福田って本当にネズミと話ができるの？そうです。幸運の白ネズミプラチナ君のお告げは福田君が言うには絶対だそうですよ。実際敵シリーズはすごいじゃないですか。じゃあある程度確証はあるんやね。やっぱりそうなんだ、すごいな。流れ君はなんかあれやな、僕には何もないんだなみたいな感じ思わせておいてのね。あとでこいつ活躍しますよ。お告げ、肛門近くにいる情報通の人と話すと吉。急にロボットだな。吉。お助け人のお告げだけど。お告げ部長のお告げ、ありがてえ。よっしゃ、覚えておくぜ。じゃあ、あとで神社で合流しようぜ。なるほどね。カイトくん、一人でも大丈夫ですか？絶対道迷うじゃん。カイトくん。ああ、うちお姉ちゃんみたいなこと言うなよ。大丈夫だって。そうですか？まあ、わかりました。オッケー絶対オッケーじゃねえよ。じゃあ、あとでな。なんかわかんねえけど、とりあえず行ってみるぜ、みたいなね。あ、もう早速予選なの？チュートリアルは？まったく、どこか心配なんですよね。でも、カイトが一番強いんだけど。あ、まあね。なんか、カイトくんしか、あれやスーツなんだっけ、予選のね、大会出ないって言ってたもんね。そうだね。カイトはいつも一番だ。いや、でも、流れくんも相当強いですよ。あ、流れくんも、あ、つうか、みんな、あれかな、一応、そういうなんか、大会みたいな、そのな、オープニングとかに流れてたスーツとかは着るのかな？なんか僕と三尾が点でダメなんだけど。ああ、なんか、まあね、お二人はなんか、予知とかね、データキャラとかいろいろ立場がしっかりしてますからね。流れくんが僕の代表でもおかしくないですよ。いやー、カイトには勝てないよ。昔からそうだった。なんかコンプレックスとか持ってそうだな。流れくんは小さい子からカイトくんと友達なんですよね。昔からあんな感じだったんですか？うん、そうだね。いつもカイトがみんな中心だった。なあ、やっぱ、そういうね、やっぱ明るさみたいなもの大事なとこあるからね。カイトがみんなを引っ張ってきた。ハイテンションで勢い任せっていうのがカイトくんですもんね。いいね。なんか、ほっとけないからついていっちゃうというか。あ、なんかカリスマ性みたいなやつあるんやな。カイトの周り、いつも何かが起きてるんだけど。カイトは太陽みたいだからね。周りは明るく照らすんだ。明るそうだよね。時々眩しくて目をつぶっちゃうくらいね。
なるほどな。なんかやっぱコンプレックスあるよこいつ。僕もカイト君みたいになれたらな。チラチラチラ。絶対そういうところあるよな。いや綺麗だなグラフィック。スライドパッドを向けると移動するよ。B ダッシュできるんや。下画面のミニマップを立ち続けると移動するよ。なるほど。じゃあ行きましょうか。がっぽり稼ぎましょうか。いや、歩くの遅そう、これ。すごい横、そんな感じだよ。人の胸の近くでボタンを押すか、下画面立ち離したり調べたりできるよと。行きましょうか。じゃあもうちょっとね、最初は探索でしょ。意外とね、こういう最初の方に手に入るアイテムとかもあるんで。一つのクラスメイト12人か。俺の中では少ないな、これは。ここは6年生の教室よ。君は何年生？俺何年生なの？教えてくれないのか？俺何年生なんだろうな。なんかここに書いてないの？何年？あ、仮面ライダーできるよ。なんだ、仮面ライダーできるよ。見れんじゃね、これ。いや、ちょっと文字荒くて見えない。カイト、中央町の神社長、いた？なぜかヒードバトルが盛んだよな。なんかよく行われてるんや。まあ、上はちょっといかんとこうか。がっぽりヒードウォーズって強い人ばかりで歌ってかんでしょ。頑張ってね。ああ、俺頑張るよ。頑張ってこの学校に100億円寄付するでな。任せんしゃい。さて、今日の喉の調子はどうかしら？ラーラーラー。おお、50点。お姉さんどうですか？音楽室、それは音楽の部屋。さあ、一緒に歌いましょう。ドアドーナツと。はい。ドアドモノドと。お姉さん、おじいさん、ここは多目的室。多目的、夢が広がる言葉で、目的がいっぱい。ああ、こいつはな、まあ、あれやな、多目的トイレとかもありますからね。うん。僕もヒーローバトルやりたいな。パパにバンクモン G 買ってもらわないと。あ、このでバンクモン G を使って、なんかね、そのアバターみたいなやつを呼び出すっていうか、まあ自分が装着するみたいなところあるんですかね。なんでこれ、あ、まあ下、そうかそうか、3階だから、下行かないとわかんのか。じゃあ下行きましょうか。バンクモンチーが使いになりました。X ボタンで起動できます。君内の携帯端末、ヒードギを持ち、入れて持ち開けるよ。X ボタンでメニューが開き、様々な情報を確認できると。バンクモンチーメニューの中からセーブを選ぶとデータ保存できるよと。いいね。バンクモンチーを起動してみましょう。行きましょうか。おー、かっこいい。いいね。あんまり他の やつよりね、あんまり良くないな。ヒーロー着ね。ちょっとカイト君のやつどうなんだ。ズッパリ大将軍。もうマジでかザッ、なんかカイト君って感じやな。なんか結構バランス型なのかな。パワー80。これまあ高いのか低いのかあんまわかんねえや。低いのか。あ、なんかあるんや、スピードタイプみたいなやつが。あ、違うか。パワー1番、ディフェンス2番みたいな感じか。じゃあまあこれを着る、まあ着てるんだろうな。2,3,4 アイテムが。まあ、とりあえずちょっと一回セーブしておきましょうか。まあね、これはあの、新品なのでね、ちょっとレベルの方は。はい、と。な、特にこのままと。ゲームつけましょうか。よし。じゃあ、早速ちょっと神社の方行きましょうか。はいはいはい。結構ね、キャラ大きいから、意外とマップはね、小さかったりするかもですね。僕の下駄箱を開けると、中には山のような札束が。っていうイメージトレーニングしてるから邪魔しないでもらえる？痛い子やな。俺もあったよ、なんかフードコートとかでさ、なんか急に殺人事件が起きて俺がそれを助けるヒーローになる的な妄想を。あー、黒歴史が。ヒーローバトって難しいな、なかなか勝てないや。やっぱり勝負は広ぎ次第。あー、やっぱ能力が全てなとこあると思うよ。まだね、ちょっとバトルの勝手まだわかんないんでね。ちょっとガッポイ神社の方、こっちで合ってるよね。へぇ。ストップ！どこ行くのかな？ゴーショーカイトくん。マジか。お、あれはもしかして、福田のお付けで言っていた情報通か？なんじゃない？お、いやいや、答えなくてもいいんです。僕がズバリ当ててみせましょう。ガッポイ神社ですよね。うふふ、当たりでしょ。怖怖。僕は学校一の情報室。あ、名前を聞かないでくださいね。まだ小学生だけど、ヒーローバトルの情報をファイトデータに教えて稼いでみます。なんか、あれやな。結構、くどくない？結構腹くどくない皆さん。お金の稼ぎ方をこのうちにね、身につけてるなんて。カイト君、君の実力には随分前から目をつけていました。君には特別に、無料で情報を流しましょう。なんか、あれかな、顧客を集めるためには、まずは、ここから先は有料でみたいなね、ありますからね。代わりに君が開発するんだときに僕の情報で買ったと言わせてもらいます。
あ、そうくっそ、こいつ、ビジネスが分かってるぞ。僕の情報で君が勝ち進む。君が勝つと僕も儲かる。お互いが利益を得る。これがウィンウィン。ウィンウィン。いつでもこれお待ちしています。声をかけてください。じゃあ結構この子大事そうやな。情報は少しずつしか出せませんよ。まずはヒーロー着の熟練です。初めて着るヒーロー着は最初はうまく着こなせなくて弱いかもしれません。でも繰り返し使うと熟練が上がってだんだんと強くなるんです。なんかレベルが上がるみたいな感じかな。次は技が使えるような情報です。攻撃技は使えるが決まっています。例えば有名なスパイダー将軍みたいな格闘ヒーロー着は近距離の技が多いです。近距離攻撃はダメージが大きくて当たりやすいけど近づかないと攻撃できません。相手と周りを制するファイトデータはヒーロー型と制する。今はこれ、頑張って。お互いの利益のためにも、ウェン、ウェン。この子めっちゃいい。かっこいいな。影の主人公やな。あ、記憶先生はいいや、あのままで。ママと一緒に買い物行くから待ち合わせしてんの。早く家帰った方がいいで。変なお兄さんに捕まっちゃうかな。神社はここから南に行って、中央町に入ってすぐ曲がったとこだよ。ありがとうの教えてくれて。よーし。じゃあもう、行って早速試合？がっぽり神社は曲がってすぐだったね、確か。いいね。おー、ちゃんと神社。ここだよな。よし、よし、行くか。あ、気のせいか、なんかでか、あ、でも、こんぐらいか。カイト君がなんかちょっとでかく見えたけど、気のせいか。おー、なんか子供がなんか本当に小さいよね。がっぽりヒードボードの予選はこの神社行われるんだって。へえ、いいね。神聖な場所でお金の稼ぎ合いですか。なかなか神がお許しになるかな。あ、勝手に動く。さて、神社に来たけど、参加するにはどうすればいいんだ。だから、みんなで行こうって言ったのに。みんなで行こうって言ったじゃん。カイトくん。やっぱりみんなかな。カンパニーの皆さん。お、みんな、来たか。参加登録はそこの受付できますよ。早速登録してきてください。もう、三尾とカイトセットで行動した方がいいよ、絶対。うん。おしゃこれ能天気やな。マークの周でいろいろな情報がわかるよ。重要なイベントにはここでデータが反応するよ。あ、この赤いやつか。なるほど。受付で参加登録しよう。あ、本当だ、赤くなってる。この子、福田、金丸福田くんね。オッケーオッケーオッケー。早く参加、早く参加登録済ませてねだけど。はーい。大丈夫だよ、流れくん。参加登録しに行こうよ。流れくんは参加しないんだね。4人ね、なんかね、数が多ければいいってわけでもないのかな。お、参加希望者じゃな。では、こちらの申し込み用紙に記入してもらおうかな。はい。もう書いてやるよ。殴り書きでいいか。あいよ、スラスラスラっと。いい感じ単位の練習しとかないとね、今のうちに。これでいいか。字が汚くて読めない。うむ、では予選開始。おしゃー。ではない。なんやねん。え、どういうことだよ。まあ、なんかあれかな、参加料みたいな。参加資格があるかどうか、まずはテストか。じゃあ、まあ、首都のバトルに勝利すればよし。負けたらそこをゲットアウト。じゃあ、いいね。ここで中途だよか。さらに見事勝てば見事賞金ゲットだなぞ。神主なんかな。なんか俺らがお賽銭とかで出してるお金はこういう感じで、なんかどこのね、名も知れない小学生に配られることになるのか。なかなか厳しい世の中やな。お、来たね。カイト君の、あ、ここでセーブか。お、すごい。すごいね。なんか食い気味にセーブ食うね。おお、お前も喋るんかい。お前も喋る。おお、わ、すっげー。なんかザ・アバターみたいな、アバター世界のね、戦いみたいな。うわ、すげえ、なんか、ワクワクするね。神主なんかかっこよくない？なんか、王冠みたいな。なんかね、あの、なんだっけ、相撲の、なんかね、覇気多いのってやつ。なんか、豪商カイトなんか上に乗り巻きみたいなやつ乗ってるけど。タッチピアン取り出して今後鳴らそう。あ、すげえ、勝ったよね。移動しよう。行きたい場所を、これなんか、スライドパッドでもだ、なんかさ、上画面だったら、これなんかタッチペンでやってるけど、スライドパッドもできんかな。リンゴをタッチして移動してみよう。ああ、タッチペンなのか。まあいいけどね。じゃあちょっと近づいてみるか。でっか、神主。横にでかいな。よし、いいぞ。では次だ。よし。観客からのおひねりを拾って攻撃に必要な資金を集めよう。何、攻撃するにもお金いんの、このゲーム。君、
おひねりをすべて拾い集めて攻撃するための資金を貯めろ。オッケーオッケー。おひねりとか簡単、結構くれるんですね。え、10万 ?10 万 ?15 万 ?20 万おい、このまま帰ろうぜ。バトルやめてこのまま帰ろうぜ。おひねりは攻撃するための資金になる。残っている資金に気をつけるんだ。なるほどね。相手に捕らえないようにね。じゃあ、まあ、お金を、おひねりを取りながら、攻撃をね。攻撃を入れろ。攻撃ボタンが光ってるときはいつでも攻撃を出せるぞ。近づいて攻撃やボタンが光ったら技を出して攻撃を出してみよう。はい、攻撃。このヒーローギア使える一番安い技を使って攻撃しよう。ボディーブロー。地味だがじわじわと効いてくるパンチ。なのね。17万使わないと。ワンパンチ17万。ボブサップ一発でもそんなお金かかんないと思うよ。うん。あ、ディフェンスか。さあさあさあ。おすげえ、なんか実況が入ってんだね。16ポイントのダメージ。なるほどね。今のでダメージ与えたと。あ、いいね、いいね。半分ぐらい。半分与えたね、なんか。赤いでは必殺技。あ、技の値段は高額だが、いろんな効果がついてるぞ。まあ、要するになんかね、シンプルな話。わ、めっちゃもらった。お金やば。なんか、いっぱいやつお金集めれば集めるほどね、いい技使えるってことよね。必殺技で攻撃しよう。なんか、OKOK。はいはいはい。じゃいじゃいじゃいと。このお札は？なんか一気にお金ゲットした。50万ぐらい入った今。いいね。はい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 。はいはいはい。攻撃。すごいね。ひたたたい攻撃だ。熱血攻撃に乗った男気を叩き込む。おー、これなんか最高火力っぽいね。なんかゲージが一番やもんな。いや、これ倒したんじゃない？お、熱血。あ、でも29か。あ、OKOKOK。29ポイント目にダメージを受けるです。まあ、チュートリアルかね。あ、面白いね。なんか、そのなんか攻撃を出すまでにもバンプロセスあるんやね。へえ。赤いの技はそのヒルギしか使えない技だ。効果だが強い技だ。うまくやりくりしよう。なあ、でも最後はちょっとそういう必殺技みたいな感じで決めたいよね。バウトリザルト。あ、オッケーオッケー。ファイトマネー。あ、これからかな？経験値みたいな。お金が手に入りましたね。めっちゃもらえんじゃん。まあまあ、最初やからね。ワンバトルで2万か。この世界だと結構万でも、俺らで言う100円ぐらいの価値しかないのかな。どうなんだ。経験値を12取得した。お、やったぜ。レベル上がったね。これはちょっと、最大やっぱ99とかなのかな。よーし。いいね。いやー、でも買って分かったけど、そっか、スライドパッドでちょっと移動したいとこはあるけど、ちょっとそれもできるか、ちょっと後でやってみるか。ほほう、なかなかやりよる。よし、予選出場を認めで。ありがとうございます。ありがとうございます。マジか、このエバトの賞金待っていいの ?2 万ってね、結構大金やからね。ふふふ、まだまだこの先、もっと高額の賞金が待っておうぞ。なんか、100億円 ?100 億円だっけ最大で。よーし、こっからだぜ。お金がっぽい手に入れましょう。よろしい。では、これから君には3人の試験官と戦ってもらう。あ、やっぱそういうのおるんですね。何人はこの近辺で君を待っているから順番に回ってバトルをするんじゃ。全員に勝てば本戦出場を認めよう。あ、なんか段取り長いな、結構。まずはこの神社の近くにある公園に一人目の試験官が待っておるぞ。待っておるぞ。公園といえば神社を出て南に行ったところですね。近くの公園だな。バーっと行ってガッツッと集めてくるぜ。ガッツガッツガッツ売り。グレゲも油断しないでくださいよ。オッケー。負けないでね、だけど。だけど、バットがいてる。おう。流れ、行ってくるわ。あ、頑張ってね。流れくんな、なんか。頑張ってね。か。どうしたの、流れくん。流れくんなんか影あるよな、結構。怖いわ。君には3人の試験官と戦ってもらう。3人はこの近辺で君も。あ、オッケーオッケー。はい。じゃあ行きましょうか。じゃあ公園の方ですね。いいね、なんか。いや、技の種類とかなんかね、増やしたいよね。いやー、なんか装備でね、結構個性出そうやな。公園は、あ、OK、そっちの方ね。わ、いかにも、なんか試験官や、あの人、絶対試験官や。砂場で公園遊びに来た人じゃないやん、絶対。砂で遊ぶような格好してないもん。絶対バトルする格好してるよ、あれは。スーツ出てくる格好だよ。まあ、行きましょうか。お前だろ。どう考えてお前だよ。おじさんが試験官の人？そうだ。いいか。これからのバトルは課題バトルとなる。課題バトル？バトル中にそいつの課題をクリアすれば本戦の道が開けるぞ。ただバトルするだけじゃダメなのか。
最初のくらいはアイテムだ。アイテムの使い方見せてもらうぞ。準備はいいかな。はい。アイテムもあるんやね。その課題でやばいんだな。わかった。クリアすんぞ。やっぞ。だがその前に君はアイテムを持ってるのか。あ、確認しなかったね、そういえば。あ、そうか。今何も持ってねえや。なので、まずは購入カーだ。お金かかるよね、絶対。駅前のいい金マートで扱ってるぞ。駅前には、お、あ、向こうまで行かんといかんの。ちょっと、この道をまっすぐ行け。これも結構歩かせるよね。アイテム購入資金は私が出そう。あ、太っ腹。うわ、もう悪徳業者やって、後で高徳。嘘、アイテムって100万もすんのかよ。言うか、100万円もらっていいのか。おっと、あくまでアイテム購入資金だ。他のことに使わないでくれよ。他のことに使わないで。心配しなくて分かってるで。任せてよ。よし、行ってくぜ。パチンコ、パチンコ、パチンコ、カイトくん、カイトくん、パチンコ。100万っすか。これ後で高額でさ、返さやでやつやって。後で倍になって帰ってくるよ、これ。いい金マートは、あ、結構まっすぐ行くのね。ここだよな。じゃあそこ行って、100万か。よしか。でも100万渡されたってことはさ、あれだよね。そのアイテムがやっぱり一つね、数万とか数とかさ、やっぱなんかよくわかんねえや、なんか。の割にさ、一番下の桁がさ、ちゃんと円の桁まであるのすごいよな。バトルで使えるアイテムを買うことができるよと。アルバイトの方ですか、お姉さん。お買い物はカウンター前からお願いします。します。語尾が高いね。これか。よーし。じゃあ、買っていきましょうか。なんか電子音いいね。じゃあ、買いましょうか。どんなやつ買うんですか ?100 万。あ !1 アイテム100万かよ。自分の HP を100回復します。いやー、ちょっと、やべえわ。金銭感覚を、このゲームやると金銭感覚がおかしくなりそうだわ。あ、2万安みたいな感じになっちゃうよ、これ。これは子供にやらしちゃいけないゲームだな。でも、ヒーローバンクだったら、100万とかポンポンもらってたよとか言って、ね、自分の親とかに数万円ぐらいせだりそうなゲームだわ。イェイ普通イェイ意味なくイェイこういう人には近寄らないようにしましょうね。まあ、いろんな人もいますから。おじいちゃん、ここはガッポリ商店街、町民たちの激アツショッピングスポットじゃ。激アツとか言ってるわ。若作り、若作り、お疲れさんです。さあ行きましょうか。ちょっとアイテムの使い方をね、学びましょう。買ってきたよ。案内するとは聞いてねえぞ、100万なんて。よし、アイテム買ってきたな。では、試験開始は、お願いします。じゃあ、セーブして、行きましょうか。はい。バトル中のショップでもアイテムを購入できるように資金を渡しておこう。バトル中にもショップあるんだ。すごいね。500。やばいって、このゲーム。500万って。大金も大金よ。うわ、500万かよ。バトル中のショップってめっちゃ宝な。当然だ。バトル中でしか買えないものは非常に価値が高い。ああ、そういうことか。バトルでしか手に入らないアイテムとかも合いそうですね、これは。よっしゃ、わかった。ありがたく使わせてもらっていい?やりましょうか。なんかマジで金銭感覚狂うわ。さあ、突っ張り大将軍。お、クック三つ星。目ん玉電源なのか。凝ってるな。じゃあ行きましょうか。よし、タッチペンを取り出して今後鳴らそう。これいいね。これやっぱスティックだよ。ああ、待って。攻撃はすげえ、ガード。ガードで相手の攻撃のダメージを下げよう。はいはいはい。防御コマンド使ってみよう。はい、使ってみましょうか。2個目か?で、どうすんの?で、ガード。あ、ガード以外にもなんか他にコマンドあるんや。ジャブが来たよ。2ポイント。あ、オッケーオッケーオッケー。ダメージを経験。なんか単性なんだ。お、待って、後ろにくら寿司ある。すげえ、無点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 。HP、ガードはダメージを確実に下げる。HP に余裕があるときに使うといいぞ。オッケーです。オッケーオッケー。呼吸すげえ踏ん張る。正面よくて強さアピール。応援の資金が。あ、なるほどね。そういうのもあるんや。ミスするとあった。あ、ほんとや。なんか、かわすとかいろいろあるんだね。コマンドが。じゃあ今度は踏ん張ってみましょうか。オッケー。で、これは、多分あれだよね。そのままダメージを受けんだよね。これがガチダメージと。資金10万円追加です。そんな簡単にね、お金が手に入る。あれかなんかスポンサーみたいなやつか。後ろのマーク。ケンタッキーとかあるよ、ケンタッキーとか。すごいね。正面から受け止めて大きさに応援資金が入る。ダメージが大きくなるから気をつけろ。はい。あのね、うまく避ければダメージする。当たってしまうと大ダメージ。
いやー、相関確率なのかな、これも。さあ、行きましょうか。かわす。五分五分かな、よけろ。当たるか、外れるか。お、ナイス。まあ、チュートリアだからね。よけてもお金入るとかないんだ。当たると大ダメージになってしまうから、絶対ダメージ受けたくないときに使うんだ。じゃあ、マジでもうやばいときってことやな。いいね、なんか、大逆転とかも全然ありそうだね。アイテムを使う。条件合わせて使ってみよう。受けたダメージをアイテムを使って回復してみよう。もうちょっとダメージ受けて感じしない?100 でしょ、100。もったいない、もったいない。100でしょ、もったいないよ。まあ、でも使っちゃう。でも使っちゃう。喉乾いたからね。動いた体に染みるぜ。HP が100回復しました。これで一息つけたんじゃないでしょうか。いいね。試合中にガンガン、あれね、飲料水を飲ませる。いいね。休憩とかないからね、これ。いつの時にバトルが始まるかわかんない。つなが、ポタンじゃないぞ。授業勝負、ガチンコで大逆転決めろ。ガチンコ、かける1。相手もガチンコに返して反撃だ。ガチンコ、ガチンコとかもあるんや。ガチンコは解説制限があるから、よく考えて使おう。あー、じゃあこれも結構カウンターみたいなのとかあるね。オッケー。おーって。よし、正面衝突。え、これ何?サイド操作?こすんのか?下面を阻止して相手を吹っ飛ばそう。これたくさんによくできた方が勝ちだ。オッケー、セーブしよう。オッケー、オッケー、オッケー。これ押し切るか。よし、一気に押し切った。ここからどう展開していくんでしょう。これ下画面が結構崩れちゃうね。やるでしょ、これは。ワンパン落とし。全体して右腰をこなせた。もう最強技使っちゃえ。ワンパンはこれで。おっと、ひょっとしたままだ。これはどうすることもできない。いいね。いや、これ結構大事よ。ワンパンか?あ、残ってはダメージが。ガチンコに入れるパトルが強かものを言う。集中すんだ。なおね。とりあえずこれは慣れた、慣れ。お金の時間もやりくしてバトルで勝利を目指そう。はいはい。ショップを使って資金を回復してみよう。あ、これね、すごいね。結構なんか、バトル中にすることたくさんいますね。なるほどね。500万を使うと、ああ、だからか。試合中に使うお金も、お金が増えると。相手も使用しますから、増資50を使います。この資金をどう使っていくか、いくのかお楽しみです。ショップの手間効果が記憶だ。ピンチになったら覗いてみるのもいいだろう。よし、ゾーコンは戦って勝利してみよう。相手何もしてくんないね。アタック。あ、来た来た来た。どう守る。踏ん張りましょう、ここは。稼ごう、稼ごう。オッケー、意地を見せた。キムダメージ。よし。攻撃だ。行きましょう。さっき、いや、もう一回やろう、これで。これで倒せるでしょ。本当はもうちょっとお金稼いでおきたかったけど、これ試合中でゲットしたお金ってさ、あれかな、自分のリアルで使えるお金とかには還元されるのかな。あ、ゲーム中のね。ゲーム中のね。この、よし、今のうちだ。稼げ、稼げ。稼げ、稼げ、稼げ。攻撃、危な。当たっちゃった。じゃあ、ラリアットで行きましょうか。勢いつけた右手の喉元だって。こいつ、マジで息を切らせるけど。さあ、さあ、ファイト。こすってこすって。オッケー、一気に押し切った。これなんか最後の方になるとさ、結構ガチスライドしないと、少ないそうだよね。おーっと、表情ったままだ。これはどうすることもできない。ここで行ったらリアット送り出した。これでとどめや。オッケー。勝ったね。ピクピクしてますよ。よし、よし、よし、ゴンク。いいね。いやー、チュートリアだからね、なんか、すごい勝ちやすいようにしてくれてる。優しい。優しい、このゲーム。あ、なるほどね。ここがお金のね、合計値になるわけですね、上のやつが。30万だ、30万。すごいね。対価は、S か。経験値を12取得した。あー、上がんないか、レベル。いいね。突っ走り後、熟年が2になりました。あ、レベル上がったね、装備の。これで、あれかな、装備の攻撃力とかも上がると。いや、下画面のスライドまでちょっと頑張りましょう。そこまで、よろしい、合格だ。よし、まずは大使館もクリアだ。やったね。次の試験官は駅前の噴水で待ってるぞ。おっと、駅前の噴水が、わかった。噴水だって。よーし、じゃあ順々にね、まずチュートリアクリアしていきましょうか。相手の技を叩くってだけのバトルって盛り上がらないんだよね。こういうの、しょっぱいっていうの、時々見せ場が欲しいわよね。小学生がなんか語ってるよ、大人みたいなこと。じゃあ噴水行きましょうか。さっきもなんか、変なガッツ、なんだっけ、ウェイ、ウェイ、ウェイみたいなやつおったよね。ちょっと一回セーブするわ。はい。セーブします。ああ、もう24、オッケーオッケー。2万5000。すごいよな。うわ、ばば。やーべえ、33万なんて。すごいな。カイト君、ちゃんと隠しとくんやで、お金は。